はい、皆さんこんにちは。トットリキングダムです。本日はマラドーナについてちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思います。先日マラドーナの秘宝を聞きまして、皆さんも、ニュースなり、ツイッターなりで多分、ご存知だと思うんですが、お亡くなりになられたということで、非常にショックを、受けております。はい。で、メンバーシップの方は知ってると思うんですけど、結構マラドーナの動画何本か上げてましたよね。運営さんがどうやらマラドーナとの、交渉、契約交渉っていうのに動いてるんじゃないかっていう、そういった動画、それからその証拠の動画みたいなのを、いくつか上げさせてもらったんですけど、残念なことにお亡くなりになられたということで、今後サカツクにマラドーナが出てくるのかどうかっていうところは、またわからないところではありますし、最近ちょうどですよね。だからアルゼンチンのこの、フォーメーションを作って、来た中で、このロナウドのところですよね、唯一アルゼンチン、じゃない選手を、ここにロナウド置いてるんですけど、個人的には本当にマラドーナは大好きなので、いつかですね、いつかここに必ずレジェンド枠でマラドーナが出てくるということを信じて、こんな形で待っていこうかなって思ってたんですよね。なんですけども、残念ながら、本当に伝説の選手となってしまったと。その契約交渉を進めてたかどうかも分かりませんし、例えばそれがその亡くなったことによってゲームに登場できるかできないかっていう問題や著作権のもがどこに行くのかとか、いろんな問題が多分出てくるんでしょうけど、ちょっと一つですね、お願いがあって、運営さんには、先ほどジンチャンネルのジンさんも言ってた件なんですけど、せっかくですねこのタイミングで、予告来てますよね。インターナショナルクラブカップの、インターナショナルリーグカップか、この INTLC を12月中にアップデートするということがもう決まっていますよね。でスイス、オーストラリアが追加されると。でさらには、ブラジル、日本が差し替えになって、新しい新バージョンの強いロナウドが出てくるよということですよね。で、当然急なことではありますけども、やっぱり、マラドーナといえばサッカー界の、本当に、ナンバーワンと言ってもいいぐらい、いろんな人に影響を与えた、喜びや、感動や、もう本当に、数えきれないぐらい、そのタイムリーじゃない僕ですら、やっぱりマラドーナっていう選手の動画何度も見ましたし、いろんなサッカーのゲームをする上でやっぱりマラドーナっていう、一つのスターが、いることでモチベーションが上がったりとか、本当楽しみが増えたりとか、本当にマラドーナっていう選手にはたくさんたくさん、喜びを、もらった、わけで、多分僕だけじゃなくて、当然サッカーが好きな全ての、方がマラドーナにたくさん感動や喜びをもらってるはずなんですよね。だからこそやっぱり、ここで、サカツクっていうのは、僕はもう日本を代表する、最高の、サッカーコンテンツだと思ってるので、そういう意味でもやっぱりここの、マラドーナがお亡くなりになって、で、当然その、実名とか使えないでしょうけど、やっぱり、実際今アルゼンチンにマルドラドっていう、ディエゴ・マルドラドっていう、架空選手ですけど、似てるような選手がいるわけなので、ぜひですね、このタイミングで急ピッチかもしれないんですが、ここにですね、急遽予告でアルゼンチン追加、新バージョンマルドラドを入れてくれたらめちゃくちゃ嬉しいなというふうに思いますし、やっぱり何かしらのアクションっていうのは、していただけたらやっぱり嬉しいかなというふうに思っています。で多分今までだってこういうふうに予告で出て、もう決まってるこの流れの中で、
突然変えるってことは多分今までもなかったんで、すごく難しいお願いだとは思うんですけど、ただここでマスターにアルゼンチン追加して、何かしらの形で新バージョンのマルドラドとかを出してくれたら、これめちゃくちゃ感動すると思うんですよね、ユーザーは。なので、なんとか一つ検討だけでもしてくれないかなというふうに思っています。はい。で、ここの動画でこういうふうに語ってるだけだとね、その運営に届くかどうかっていうのはわからないので、今からですねコメントを、運営さんに送っていきたいというふうに思います。はい。問い合わせっていうところかな。はい。で、ここでですね、ジャンル、ゲームについて、その他かな。あ、これ Q&A か。違うな。どこにどうしたらいいんだろう。問い合わせ、なんだろう、その他。あ、意見要望を送りたい。はい。あ、ここですね。ここにご意見ご要望フォームっていうのがあるんで、ここをクリックして、で、はい、ここですね。はい。で、ここで早速ですね、運営さんに、ぜひ次の、INTLC のところに、マラドーナの新バージョンを出してくれませんかっていうことをちょっと、お願いする旨を、送っていこうかなというふうに思います。で、なんでわざわざこれ動画にしてるかっていうと、少数の意見があったところで、多分なかなかそれっていうのはスルーされると思うので、もしですね、この動画を見て、あとジンさんの方の動画も見てほしいんですけど、この動画を見て、あ、いいなと、同じように、次の INTLC で、マルドラドを入れてほしいって同じように思う方がいてくれるのであれば、ぜひ同じようにですね、このご意見ご要望のところから、運営さんに、ぜひ検討してくれませんかっていう旨を、同じように送っていただけたら、もしかしたら、運営さんにその気持ちが届いて何かしらアクションがあるんじゃないかなというふうに思って、この動画を回しております。はい。ですので、ぜひですね、あとは別にそのマルドラドのことだけじゃなくても、このご意見ご要望っていうフォームをわざわざ作ってるっていうことは、やっぱり運営さんは真摯にユーザーの声を聞きながら、ゲームをバランスよく、みんなのが楽しく遊べるような、形でっていうのを考えてくださってるということだと思うので、ぜひですねこのご意見ご要望フォームっていうのは、実際にたくさん活用していって、みんなで杯をより良いものにしていけたらいいなというふうに思っております。はい。ちょっとこれは後で、私も送りますので、やっていきたいと思います。はい。はい。ということで、あとはマラドーナの死因ですけど、心臓発作っていうことになってますけど、どうやらちょっとあれですね、操作が言わない方がいいの？なんで？はい、言わない方がいいそうなので、マラドーナの死因に関しては心臓発作ということにしておきましょう。はい。でも本当に最初は聞いた時は絶対フェイクニュースだと思って、マラドーナのことだからなんかそういうなんかネタにしてたりっていうことが少しでもあるんじゃないかなって期待して、嘘であってほしいと思ったんですけど、BBC のニュース見て、やっぱりアルゼンチンの大統領が、
棺のところに白い、ベールをかけて、マラドーナのユニフォームをたくさんこう乗せて、で出棺されていってブエノスアイレスの墓地ですよねに連れて行かれるシーンとか、あとは泣いているこの国民たちの、インタビューとかを見て、あ本当に死んじゃったんだなって、本当に亡くなっちゃったんだなっていうのを、まあ、改めて感じましたね。サッカーのレジェンドって多分いっぱいいるじゃないですか。ペレとかマラドーナ、ヨハン・クライフにベッケンバウア、まあもう挙げたらキリがないんですけど、そんな中でもなんだろう、ちょっと別格ですよねマラドーナって。だってペレ、結局サッカーのナンバーワン誰って言ったら、まあペレなんでしょうけど、王様ペレ、それはそうなんですけど、でもまあ実際にじゃあペレそんなに見てたかって言ったら、まあ、ほぼゼロに近いのと、で功績もすごいんですけど、なんでしょうね、マラドーナのあのみんなの記憶に残る感じ、あのなんか破天荒なところとか、紆余曲折あったりとか、あとマラドーナの映画があるんですよね。日本では公開されてないかもしれないんですけど、2時間ぐらいのマラドーナの実際の動画と実際のマラドーナで、作ってる映画があって、あれとかもすごい好きで何度も見てるんですけど、やっぱり光があって影があっていろんなことがあって、山あり谷ありで、スター性がすごい選手でしたよね。あと記憶に残るスーパーゴールっていうのもやっぱり5人抜きって一つ言えばそれがすごいですけど、その5人抜きをした試合、同じ試合の中でやっぱり神の手ゴール、手でゴールを入れて、で手でゴール入れたじゃんっていう中で、その中であの5人抜きやって黙らせる、そしてその大会そのまま優勝しちゃうっていう、なんかもう本当にあんなスキャンダラスで、あんなにみんなに、世界中の人に影響を与えるサッカー選手っていうのは、今マラドーナしかいないんだろうなっていうふうに思いますよね。なんかぜひ、なんかめちゃくちゃ強いマラドーナ出してほしいですよね。まあ実名じゃなくても本当にディエゴ・マルドラドで十分なんで、マルドラドで破格のなんか特徴と、スキルを持って登場、まあそうじゃなくてもせめてなんかインターナショナルにディエゴ・マラドーナの新バージョンが出るだけでも、何でもいいです、何でもいいんで、サカツクに何かしらマラドーナのなんか風を入れてほしいなっていうふうに思いますよね。はい、ということで、まあ、今日は、こんな感じの、まあ、マラドーナの秘宝を受けての私の気持ちと、あとは今からちょっと運営さんに、マルドラド新バージョンお願いしますっていうのを送りますと、でもし同じような気持ちの方がいたら、ぜひ一緒に応募していただけたら、少しでも運営さんの、フットワークが軽くなるのかなということで、ちょっと動画を回させていただきました。はい、それではここの辺で終わりたいと思います。それではまた。